楽しい。ジェリー、洗車に来たの？どうも留守みたいだね。他のところで洗車しようか。ビラボーバラビ。そうだね、スーパートラックなら何とかしてくれるはず。カール、ゼリーとベビーゼリーが泥だらけなんだよ。洗ってあげられる？ありがとう。今日は何に変身するの？今はバルブリペ？洗車トラック？いいね。スーパートラックがスーパー洗車トラックに変身したんだよ。さあ乗って。今日は暑いからすぐに乾くはず。ブリピュベビーゼリーの番だよ。ゼリーサボー。アワリンアロまずは洗ってもらわないとね。トム、今日はスーパートラックが代わりに洗ってくれたよ。二人も洗ってもらうの？忙しくなりそうだね、スーパートラック。またね。ベビーたち、こんにちは。学校に行くところなの？行ってらっしゃい。大変、葉っぱだらけだね。
心配しないで、ベビースージー。どうしたらいいか考えようよ。そうだね。スーパートラックを呼ぼう。カール、かわいいガーデンだね。ベビーたちが学校で呼んでるよ。助けに来てくれる？どうしたら校庭に散らばった葉っぱを全部きれいにできるかな？うわあ、巨大なリーフブロワーだ。準備はいい？さあ行こう。急ごうね。見て、スーパートラックだよ。怖がらなくても大丈夫だよ。校庭が葉っぱだらけでしょ。ベビーたち、離れててね。さすがだね。あっという間だったよ。あとは校庭をもっときれいにするにはどうしようか。なるほど、吸い込みもできるんだね。
綺麗になったね。どうもありがとう。集めた葉っぱをどうするの？なるほど、これならベビーたちが楽しく遊べるね。誰から滑る？今日もどうもありがとう、スーパートラック。みんなまたね。バイバイ。カールトランスフォーム。こんにちは、ピクル。どうしたの？事故を起こしちゃったの？びっくりしたね。でも大事故じゃなくてよかったよ。助けが必要だね。トマが助けに来てくれるよ。見て、ピクル、レッカー車のトムだよ。トム、ピクルを牽引できる？どうしたの、トム？もしかしてピクルの荷物が重すぎる？心配しないで、ピクル。いいアイデアがあるよ。家に帰るのを助けてくれるようにカールを連れてくるから待っててね。こんにちは、カール。君の力が必要なんだ。配達トラックのピクルが事故に遭ったんだ。家に帰るのを助けてくれる？よかった、さあ行こう。カール、今日はどの車に変身するの？もちろん、レッカー車だね。カールが変身する時間だよ。カールトランスフォーム。バッチリだね。さあ、ピクルのところへ行こう。スーパートラック、あそこだよ。ピクル、スーパートラックが来てくれたよ。トム、どうもありがとう。ここからはスーパートラックがピクルを引き受けるから、もう大丈夫だよ。スーパートラック、さあピクルを家まで運ぼう。その調子だよ。慎重にね。
完璧だよ、スーパートラック。さあ、ピクルを家まで送り届けようね。右だよ。そうだね、着いたみたい。ピクルを下ろしてあげよう。ゆっくりね。バッチリだよ、スーパートラック。本当に助かったよ。どうもありがとう。ピクル、またね。気をつけてね。さあ、家に帰ろう。スージー、こんにちは。どこへ行くの？おもちゃを売りに行くところなの？スージー、壊れてなさそうだけど、おもちゃが落ちちゃってるね。たくさんありすぎて運びきれないんだね。じゃあスーパートラックを呼んで助けてもらおうか。スージーがセールに持っていくおもちゃは運びきれないんだ。助けに来てくれる？秘密の地下室で変身しようね。どんな乗り物に変身するの？おお、シャープウィンドウトラック。おお、いいね。うわぁ、シャープウィンドウスーパートラックだよ。さあ、スージーを助けに行こう。スージー、スーパードラックが来てくれたよ。早速、スージーのおもちゃをセールまで運んであげようね。さすがだね、スーパートラック。
スージー、シャープウィンドウに順調に煮詰めできてるよ。スーパートラックありがとう。本当に助かったよ。いつもありがとう。おお。楽しんでね。バイバイ。Oh.